6月5日、ガッツさんの誕生日なんですね。乾杯。ポケポケ。あ、ポケポケ。うん。ガッツさんおめでとうございます。長くも覚えててくれてありがたいよね。花はチャンネル。どうも、花でございます。そしてママです。はい。今日はですね、都内、某所来てますけれども。実はですね、僕の大恩人ですね、もうスーパーレジェンドの方、まあ、この方がいなければもう今の花脇はないと言ってもおーね、過言ではない。もうどなたが言っちゃいましょう、うん、どなたでしょうか。ガッツさんです。ガッツさんです。ガッツ石松さん、うん、2004年に伝説の男ビバガッツという楽曲を出させていただきまして、無断で勝手に、歌っていましたらですね、エンタの神様でその曲がブレイクしまして、そのおかげで、我が家もねだいぶ助けられたということもありまして、で、まあ、それからガッツさんといろいろねこう僕は縁があるんですけど、実はママがちゃんとお会いしたことない。そうお会いしたことない。5月してこない、うん、実は今日ですね6月5日なんですけども、今日ですね、実はガッツさんの誕生日なんですね。プレゼントもこう買ってきまして、ね、うん、ガッツさんの事務所行って、うん、お食事に連れ出したいな。もうすぐそこがガッツの事務所なんで行きましょう。行きましょう。緊張してますか。困っとく。あ、ごめんなさい。緊張してた方がいいんだ。すごいよな。なんでしないんだよ緊張。緊張してない。俺がめちゃくちゃしてるから。あ、本当してますよ。行きましょう。はい、はい、花はチャンネル、エンタープライズさん、ガッツさんで面白いです。さあ、ここにいらっしゃると思うんで行きます。こんにちは、ガッツさん。こんにちは。あ、ガッツさんお越しします、うん、すいません。あ、ガッツさん失礼します。あ、ガッツさんどうしたさ、あ、ガッツさんすいません、花輪です。どうもお久しぶりです。僕やったことある。いやいやちょっと、いやいや、花輪ですよ、ガッツさん。お久しぶりです。あの、うちの妻でして。はい、はじめまして、いつもお世話になっております。すいません、ちょっと急に来ちゃって。いいですか、お邪魔して。いいですか、すいません。うわぁ、ありがとうございます、すいません。お邪魔します。いっぱい花輪、ありがとうね。はい、あ、いっぱい、僕送ってないです。ガッツさん、僕が送ってないです。すいません、失礼します、すいません。失礼いたします。あの、ガッツさん、あの、改めて、うちの妻、ちゃんとご挨拶、はい、あの、したことなくて。お世話になってます。すいません、お世話になってます。ここはガッツさんの事務所で、ガッツさんのほら歴史がいろいろ、ほらグローブトロフィーとかいろいろありますよ。こんな小さなで何個したんだろうな。殴り合いっこね、これでね、ロックオンス、ロックオンス。今だから、今のがもっと大きいですよね、グローブ。そうそう。いやー、ガッツさん久しぶりです。すいません、ちょっといいですか。すいません、失礼します。花はチャンネル。ガッツさん、すいません、改めまして、すいません、本当に、うん、今日お誕生日ということで、すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと今日はガッツさんにいろいろお祝いも兼ねて、いやいや、ご挨拶したいなと思って、すいません。今日はね、はい、ゆっくりしてる日なんで、本当はね、仕事入れないし、はい、人に会わないね、本当は。あ、本当は毎年誕生日の日は、もうゆっくり家に。そうそう。あ、そうですか、うん、すいません、そういうのをしちゃって申し訳ないです。で、あの、何を置くんだから、ええ、花輪です。いい加減に覚えておいてください。スケジュール入れたんだけど。あ、そうですか、うん、すいません、ありがとうございます。うん、奥さんだ。はい、うん、妻がちょっと、なかなかタイミングなくて、うん、だいぶ時間経っちゃいましたけども、ちょっとご挨拶するということ。本当なんだね、ロングヤダコだから。ロングヤダコ、遠い昔。スピちゃんもいるしね、これ。スピちゃん、スピルバーグ、スピルバーグさん。ガッツさんはスピルバーグさんの映画に出てた。あ、うん、すごい家族そっくりですね、これ皆さん。そう、うん、いや、それはガッツさんがね、それ合成だから。これ、これマイク・タイソン。マイク・タイソン、本当だ。その上が、あの、兄貴かな。いや、それゴリラですよ、多分。なかなかあの、ガッツさんとお食事ということも最近できてなくて、うん、昔何度かあのガッツさんにあのご馳走になったことがありまして、うん、で、あの、僕の自分の夢でいつかこのガッツさんにお食事を僕がご馳走させていただきたいという夢がありまして、うん、もしスケジュール大丈夫だったら、うん、本当に少しの時間でいいんで、うん、一緒にいていただけないかなと思いまして、うん、お言葉に甘えてね。あ、
いいですか。うわ、よかったです。ありがとうございます。すみません、お母さん。それで今日はですね、ちょっとプレゼントをガスにお渡ししたくて、これがうちの家族からなんですけども、これは触ってわかるけど、はい、わかりますか。そう、そんなバナナったぞ。さすが。うわー、すみだわかるな。マジですか。やっぱガスさんといえばバナナということで、昔はね、はい、高かったの。で、俺がね、中学生の頃かな、近所のやつが食べてたんで、はい、初めて見たから、なんかうまそうに食べてるから、なんだそれって、バナナだって、そんなバナナっつってね、ちょっと俺に汚染してさ、取って食べたね。そしたらね、うまくてね、こんなうまいものあんのかって。でそのくらいやっぱバナナは超貴重なもんですもんね。でだから買えなかったよね。それとですね、僕がですね、佐賀県出身でして、我々佐賀県で出会って佐賀、お互い出身なんですけど、佐賀といえばというものをちょっとお土産として持ってきたんですけども、こんにちは。有田焼き焼き物市場。はい、そうです。佐賀の名産有田焼きが買えるお店として、僕はいつも利用させていただいてます。ありがとうございます。実はですね、伝説のとこガッツ石松さんが74歳の誕生日を迎えるということで、有田焼きを出るんでしたいなと思ってるんですけど、コーヒーが好きなんですよ。コーヒーカップいいかなと思ってたんですよ。これもそうですか。そうです。どうでしょう。コーヒーカップで、この辺いいですよ。ありますよ。例えば、この辺りなんか、本当に一番、あ、本当だ。昔からある伝統の有田焼きって感じしますね。はい、この絵付けの感じがね。あ、これ、結構いいですね。確かに。まあ、あれキープで。どうでしょうかね。素晴らしい。さっきのにしようかな、やっぱりね。じゃあ、お入れさせていただきます。はい、お願いします。佐賀の有田焼きをガッツさんにプレゼントしたいと思います。これなんだね。あ、ありがとうございます。もし、コーヒー飲まれるときは飲んでいただけたらなと思いまして、はい、では、移動しましょう。お願いします。ありがとうございます。花輪チャンネル。さあ、ガスさん、練馬駅、歩いてもう1分のところにあります、こちら五感さんというんですけど、スパニッシュイタリアンのお店でございまして、じゃあこちら今日貸し切りで。すいません、花輪チャンネル。イタリアンは最近どうですか。あんまり行ってないですか。まあ、三回も飛び飛びね。久しぶり聞いたな。サムタイム時々。嬉しいな。どのぐらいぶりなんですか。だからこの間事務所に来させてもらって3年ぶりぐらいです。久しぶりだよな。はい、小松さんに電話では時々サムタイム時々電話いただいて、もうガスさんから電話来ると嬉しくて、本当にありがとうございます。もううちの弟のこともいろいろ気にかけていただいて、いつもお世話になってますよ。ありがとうございます。それでちょっと今日ですね、ガスさんのお誕生日ということで、赤ワインをちょっと、サンジュリアン村の第4級格付けワイン。意味わかんない。意味は僕もあんま分かんないですけど、まあいいワインなんで、軽くちょっと飲みながらという感じで、すいません、お願いします。すいません、ガッツさん、誕生日おめでとうございます。乾杯。ありがとうございます。美味しい、美味しい、美味しい。2004年なんですよ、伝説の男ビバガッツって、あの曲が、オリコンで第9位まで入りまして、で、まあ、僕は佐賀県の歌2003年出して、まあ、一発屋だなんて、ね、いろいろ言われて、でその後に伝説の男ビバガッツ、エンタの神様で歌わせてもらって、それがまたバーンってブレイクして、もう未だにこう芸能界生き残れてるということで、本当にガッツさんにはもう感謝しかなくて。だから選んだ人が良かったよな。
勝手しまった。いや、本当その頃ね、結構勝手しまさ、名が取ってたからな。やっぱあれからいろんな方やったんですけど、うん、やっぱガッツさんの歌が一番こうバズったんですよね、まあ、それからずっとガッツさんで86章ぐらいまで歌いましたもんね。ああ、そう、ガッツさんだけで86章もあるの、あれ。そうなんですよ。すごい、もういろんな歌をね歌わせていただきましたけれどもね。ガッツさんはあれですか、もともと栃木県で生まれて、うん、とても貧乏だった話昔聞いたことあるんですけど、その日暮らしだったな。その日暮らし、父ちゃんも母ちゃんもいたんだけど、うちの親父はあんまり働かなかった、母ちゃんが土方っつうの、土木さんだからね、そうやったから生活費があんまりなかったな。へ、喧嘩もやっぱ強かったんですよね。そう、まあ、やっぱちっちゃい頃から強かった。強かった。へ、で隣町にも行ったから喧嘩ね。隣町の番長とかを倒しに行ったんですか。そう、ボクシングはその頃からやりたかったんですか。そうだね、中学校2年生の頃かな、ファイティング原田さん。あ、ファイティング原田さんっていうチャンピオンがいたんですよ。そうそう、テレビでやってて、それは金持ちのうちにテレビを見に行くわけ、みんなないからテレビに、だから村の親父とかお母ちゃんみんな集まってわーわーわーって一緒に応援してるの。それを俺もこうやって見てて、これがボクシングっていうのかと、よく考えたら、これ喧嘩じゃねえ、これ喧嘩、ルールがね、強かったの、これがボクシングっていうの、じゃあ俺も大きくなったらこういう人になろうと、そうすると、俺がテレビで出たら、この人たちは俺にいい意味で拍手をくれるんじゃないか。そっか、お金もね、そうそう、だから、昔教えてもらったのが、ファイトマネーが、当時いくらで300万でしたっけ。大体そのぐらいもらってたんじゃないの、ね、それでやっぱりボクシングやればお金稼げるっていうのもあって、俺は5000円だからね。え、5000円、4回戦で、あ、一番最初のファイトマネー。そうそう、5000円で、当時の5000円って言ったら今の今では4、5万だからの、4、5万、マネジメントしかれて3300円、それで一番最初買ったのがバナナだね。あ、それでバナナを買ったんですね。どうも、森山瀬です。ありがとうございます。こちらがイワシの酢漬けでボケロです。なります、イワシの酢漬けです。はい、あ、すいません、ガッツさんから箸取ってもらった、ありがとうございます。いただきましょう。いただきます。あー、すいません。これはそうだね。はい、はい、どうぞどうぞ。これボケロです。ボケロです。ボケロ酢漬け、お酢とか好きなんですか、ガッツさん。そう、こういうのね。うまい、うまい、オッケー牧場。あー、やりました、オッケー牧場いただきました。なかなかもらえないですよ、オッケー牧場。かつて、お母さんに上京するときに千円札をもらったって話あるじゃないですか。そう、小倉さんは近所の道路工事の妊婦だったから、東京で出てくるときに、そこにちょっと寄って、はい、今から東京さ行って、一発のところになってくるからって言いに行ったの。はいはい。したらくちゃくちゃの涙でね、泥だらけの手でね、これ金出して1000円これ持ってけって言った。貴重な1000円なんだ、お母さんからしたら。貴重な1000円だったでしょうね。それはお母さんもね、初めて見たからね、でこうやってなんだこれって見て、こうやって裏表で透かしてみたの、1000円札で、よし、この千円札を何百倍、倍にもして、雨漏りする家を直してやろうって誓ったのね。それで東京でした。で、その千円札をガッツさんは今でも持ってて、使わなかった。使わなかったんですか。お金なかったでしょ、そのガッツさん、その行った時に、だからお母さんはさ、息子の頑張るって東京行くからさ、泣き足のお金を渡したわけですよ。使えなかったね。使えなかったんですね。いやー、なんかすごいなー。で、ガッツさんはチャンピオンになって、ファイトマネーで、それを持って、田舎行って、これで打ち直せ、打ち立て落ちてやった。いや、お母さん嬉しかったと思う、すごく。そうですよ。どんな感じでした、お母さんって。そうそうそう、まあ、子供も出なかったね。お金見て、俺の顔見て、お金見て世界チャンピオンになって、
2000万か1000万かまで、うわぁ当時の1000万って今でもすごい額ですよ。今でも3倍ぐらいなんじゃないですか。3倍だね。5回防衛してるんですよ。あ、5回、アジア初のライト級世界チャンピオンだから。ライト級ってめちゃくちゃ強いあのボクサーが集まるそういう階級だから、日本人はなかなか、まあ、アジア人でチャンピオンだからなれなかった。そうなんだ。絶対この一番人気の、パスタでボロネーゼ。うわ、うまそう。ボロネーゼ、ガッツさんにありがとうございます。次まーす。嬉しいな、ガッツさんに次じゃうんだよ。お次いたします。あれ、本当にガッツさんの試合を見るのが大好きなんですよ、うん、今 YouTube で見れるじゃないですか。あ、確かに昔の映像とか出てくるよね。も私も見た、多分ガッツさんです。ガッツさんのマジで幻の右のパンチすごいですよね。叩き方がうまいよね。いや本当にガッツさんはすごい、あのディフェンスもフェイントもめちゃくちゃ上手だなっていうふうに、やっぱボクシングしててみんな言いますよね、うん、足が、足使ったからね。どうぞガッツさん、言ってください。これあのフォークでいきますか。いや、これあ、これでいきます。はい、どうぞ。ここ使うとね、あ、カーブ。いや、その変化球の話じゃない。変化球の話じゃないですよ。いや、ガッツさんはさ、面白いね。うまい。あ、大丈夫です、うん、どうですか。うん、結構面白い。競馬場ですよ。お、そして来た、これが自家製のローストビーフ。あー、ガーリックトンスになります。ローストビーフです。ローストビーフ、うん、おいしい。オッケーボクヨ、うん、いただきます。あ、ほんとだ、うん、うまいね。オッケーボクですね。オッケーボク、オッケーボク、オッケーボクです。ボクシング引退して、うん、飲食店やられたり、うん、それも政治にも出られたりして、うん、だいぶ借金抱えたみたいな話ありましたよね、うん、3億から5億じゃない。3億から5億の借金を返済でもしましたよね、最終的に。すごい。映画監督もやりましたよね。すごいですよ、うん、安倍ジョージさん原作、原案倉本壮さん、それで音楽が久石譲さんだから、うん、もう最強トリオですよね。そうなんだ。他にも全部超一流のスタッフで、カムバック。ガッツさんは俳優としてもめちゃくちゃ賞取ってるから、うん、もうシンにも出てらっしゃるし、まあまあ数々のもう、うん、北の国からとかね。北の国から、そう、北の国から。北の国から、北の国からですよ。何役、何役忘れた。あとハリウッドのブラックネーム、あと先ほどのスピルバーグ監督の映画にも出てるし。すごい多彩なんだね。すごいんだよ、ガッツさん。いろんなところもともとボクス世界チャンピオンですよ、うん、その方がそんだけいないですよね、うん、そんな人、本当に伝説の男なの。確かに伝説だね、うん、世間の人が俺を認めてくれた、うん、だから多く借金したと分かってるから、だから仕事くれたんだよ。あー、なるほど。芸能界でも、ガッツさん人望ですね。うん、本当に人徳。木村さんのガッツ伝説のおかげで、ガッツ伝説の本が出て、あれが結構バズって、それでうちも借金結構助かったんだよ。木村さんの歌のおかげで。そうです。それ母親のが言ってました。木村さんのおかげでやつはガッツさんの大ファンで、だからガッツ伝説を歌ってるんですけど、教えたいのはあのガッツポーズってあるじゃないですか。これでしょ、うん、これはガッツさんから始まってるって、うん、だから私もね、何年か前に知ったな、多分花輪の歌で知ったんだ、うん、で4月11日はガッツポーズの日だから。なんでね、ガッツさんが世界チャンピオンになった日。最初は本名でやってたけど、うん、石松つけろと、うん、森の石松ね、三度傘とカッパつけて、玉がっぱと三度傘で出てくる人が当時いなかったですよね。まあ今でもいないですよね、うん、そのボクサー。俺も恥ずかしくて最初負けたよ。恥ずかしすぎて負けちゃった。そうだから、全然残るのにね、三度傘で顔隠してね、マントでこうやってかぶってこう、ガッツがないからガッツ持つように、うん、ガッツって名前をつけてもらった、はい。今さ、結構チャンピオンになるとこう自分の娘さん息子さん抱っこして、うん、っていうチャンピオン多い、うん、多いじゃん。でそれを一番最初にやったのはガッツさんで、数々の伝説を作って、数々のものを作ってますよね、ガッツさんがね、うん、だから
ボクシングっていうのは努力次第でね、うん、どこまでもノーベル賞ができたから、うんうん、夢があるね、うん、うわー、来た来た来た、美味しそう、美味しそう、やばー、これ頭食べれないかな、お母さん頭に入れてあげる、OK、牧場で痛い手をしましょうか、美味しい牧場、美味しい牧場花輪チャンネル、最後に聞きたいことがありまして、うん、いいですか、うん、ガッツさんが今の若者にこう伝えるならばどういうことをこうお伝えするのかなっていう、ただ頑張れよだね、ただ頑張れよ、うんうん、言ったってね、うん、そのようにいくもんじゃないからね、本人次第だ、うん、ガッツさんはね、本当ね、いろんな言葉を僕にくれるんですよ、うん、いまだに自分の中で肝に銘じてるガッツさんからもらった言葉、うん、やっぱ愛を持って生きろっていう言葉を当時よく言われて、うん、愛っていう言葉は真ん中に心って言葉が来る、うん、常に心を中心に人のことを見なきゃダメなんだ、うん、で俺ガッツさんに言われて愛を中心に持ちながら生きてるっていうふうに思ってます。ガッツさん、それは今でもそう思いますか？そうだね、ね、とにかく真面目にいかないとダメだよな、うんうんうん、周りの人が助けてくれて自分が生きるわけだから、 そ、 う、ね、それをでも言ってくれた、当時俺はガッツさんのことをこんなね、うん、勝手に歌っちゃって、うん、でもなんかそこを僕が真面目にやってるから認めてくれて、うんうん、本当にもうガッツさんにはもう感謝しかないんです、うん、ビバガッツっていうのはあれで世間様にガッツ島を宣伝してくれたよね。今でもあのガッツガッツビバガッツって今でも言われますし、うん、そうだよね、うん、ね、ガッツ伝説とかね、そう、今でもリクエストでよくライブとかやると歌ってくれって今でも言われますし、うんうん、いや本当にもうガッツさんのおかげでヒット曲ができまして、うんうん、本当にもう感謝してます。あれ面白いよね、うん、あ、え、ガッツさん、うわー、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Guts さん。Happy birthday to you. Guts さん、おめでとうございます。おめでとうございます、Guts さん。74歳。花輪君も、僕を覚えててくれて、ありがたいですね。ね、感謝してますんで、もう勝手に芸能界の父親だと思ってどうもいますので、本当にこれからも元気で伝説を作り続けてください、ガッツさん。本当にありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。はい。